ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それ何なんですか？これ着物です。これ、あの、成人式の時に着た着物。おばあちゃんが買ってくれたやつで。で、せっかくやから、振り袖なので、もうこれから先は着れないので。おばあちゃん、ありがとうございます。あら、ありがとうございます。緊張。でもほんまにね、雨が全部降って、外出たら晴れてたからよかったと思って、ちょっと寒かったです。いやちょっとあれですよ、久しぶりにちょっと布団で寝たんで、うん、絶好調ですよ。いつもあの床で寝てるんで、僕あのミニマリストで部屋に物がないんで、うん、布団も家に置いてないんですよ。ですからいつも地べたに寝てるんですけども、ちょっと今日はあの布団で寝しまったんで、もう絶好調です。いやそうですよ、本当に。またこんな日が来るとはね、なかなか思ってなかったですけど。あ、おはようございます。おはようございます。あ、新劇の島の記録です。おはようございます。太りました。太ったんかい。逆に太ってきました。いや、ひろゆき兄さんより太ってる人の前で言わんといてください。いやいや、そうなんですよ。とんでもないです。よろしくお願いします。かわいいやろな、二人。ひな人形みたいになるやろな。二人が。すいません、ちょっとあの、着替え。すいません。もしよかったら見ていてもらって。いや、ダメだ。すいません、そうだったんですよ。すいません。失礼します。あ、やだ、なんか映り込んじゃって、キャッ、あ、やだ、あ、やだ、映り込んじゃうの、あ、キラキラ、キャッ、キャッ、え、これ、これは、たぬきくんにもらいました。ダイヤモンド。皆さんに結婚報告させてもらうんですよ。すみません、今回はっていうような話だった時は、やっぱ、新劇メンバーなんですって時に、森田まりこちゃんっていう人が圧倒的に多かったです。はい、やっぱ一発で分かるみたいですね。もう、あ、相手。はい、相手です。もう他の人の名前上がってこなかったです。あ、へー。ぐらいやっぱ合ってるんかなと思いますけどね。2日前まで、会見の2日前まで誰にも言うなというお達しが出ましたので、こう我慢してたんですよ。だから昨日、おとといで、うん、もうほんまにね、100件以上、ヒロポン昨日今日ですごいたくさんの方に言わせていただいたんですけど、それでもまだお伝えできてない方もいらっしゃるので、うん、ああどうしようと思って、うん、失礼になって気分を害されたら申し訳ないなと思いながら連絡できてない人もいます、うん、でも伝えたらみんな大体すごいびっくりして、あと笑ってた。今年一番おもろいわとか言って失礼やなってめっちゃ笑われて。1番です。
お願いします。あの媒体名とお名前を初めにお願いしますということで、で当てたらあの社員の方々があの前に運びますので、でそこで質疑応答、まあ大体10分ほど。こんな幸せなことあるか。はい。あ、足がたまたしてないか。こんな幸せ。足汗乾かしてるんですよ、ね、安泰ですよ、そうやらへんほんまに人の幸せばっかり言おうという場合ちゃうで、ね、最初マスク僕らあれつけてんねん、はい、すいません、めっちゃ可愛い、これマリコ姉さんのお手製のひろゆき兄さんとマリコ姉さんのイラストが描かれた。え、マリコが描いたの？はい。へぇ、上手。これは岸田さんとかに配られるそうです。へぇ。最高。かわいい。めっちゃかわいいですね。これ何時間かかったんですか？6時間半。え？ 6 時間？かけすぎちゃう？この絵。ほんまに絵とかイラストとか下手くそやねんけど。油絵の時間。お願いします、どうも皆さんおはようございます。おはようございます。本日はねお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。さあそれでは、はい、ただいまより結婚報告会見を始めさせていただきたいと思います。本日の司会進行は吉本新喜劇のスッチーだよ。そして酒井愛です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ねえ、はい、めでたいですね。はい、お手製のも心強いですよ、はい、さんとさあそれでは、はい、早速主役のお二人に登場していただきましょう。はい、それではどうぞ。この大好きな、方たちと、そして皆さん、たくさんの方に見守られる中、記者会見できること、本当に幸せに思っています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。かわいい。ほのぼの。いや、そう言って嬉しいですね。本当、はい。嬉しいです。本当に今日はね、MC を、司会をしていただきました。本当にすみません。はい、よろしくお願いします。お願いします、ね、こんなふわふわした感じで、ね、すみません、ね、座ってください。本当おめでたいですよね。田舎感がすごいです。いやでも全く知らなかったんです、はい、私も、3日ぐらい前かな、いきなり夜電話してきて、はい、お話がありますと、で、あ、やめるんやって思って。そうなんですよ。僕が電話すると、だいたいそういう流れになるんですよね。トーンも、はい、もう、あ、新喜劇やめるんやなっていうトーンやったんで、はいはい、あー、そっか、何もしてあげられなかったなって思いながら、もう思って聞いてたら、実は結婚しますと。はい、で、相手は、ちょっとドキドキしてきて、はい、で、電話かかって、はい、もしもしって言った瞬間に、はい、僕は金原さなえちゃんの声に聞こえたんですよ。おえ、金原とって思ったら森田真理子ですって言われて、なるほどそりゃそうやなんか
いい感じやと思いましたよ。あ、本当ですか。いや、はい、そう言ってなくて嬉しいですね、本当に。あいちゃんも知ってたんですか。結構仲いいですよね、はい、よくしていただいてます。本当にお世話になってる先輩なんですけども、うん、結婚が決まってから、はい、教えていただきました。あ、慎重やったよね、すごい仲いい。付き合いしてるとかは全然知らず、仲のいい愛ちゃんも欺いて言い方をね、はい、いや本当に本当に皆さんにはお伝えしたかったんですけど、うん、嬉しかったですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。めっちゃ可愛かったです。のりこ姉さんね、二人っきりの時に教えてもらったんですけど、うん、愛、結婚することに、なよしゃって言ってました。えっしてた。はい、チャラのモノマネする時のマリコ姉さんでした。出れてたんかな。本当に言いづらくって苦しくって我慢して、うん、内緒にしてることが。でも誰にも言わないってことを一応選択しまして、その、うん、ちゃんと決まるまで。みんなに言ってなかった。はい、誰一人言わずに、はい、結婚がちゃんと決まってというか両家の顔合わせが終わって、うん、本当に確実に結婚することになってから言おうっていうことになる。なんでまたそんな慎重に。まあなんかねえ、恥かきたくない。何ですか。あんだけ言うてたのにあかんかったなってならんように、ね、確実に決まってからと。そうですね、それは いつ何時何があるかまだ分からなかったですし、うん、また誰に言って誰に言ってないとかで揉めると悲しいですし、うん、そういうのかな。優しいんでね、とにかくもうこの二人はもう気遣いの塊なんですよ。そうですね、優しいので、うん、でももともとめちゃくちゃお二人仲が良かったので、うん、はい、どこからそのラブに発展したんですか。ね、その前に愛ちゃん、実はね、スティニーさん、はい、愛ちゃんには婚姻届の証人になっていただいたんです。そうなんです。そうって言いました。手形バーンっていったんですよ。関取じゃないんですよ。違うんですか。こんなお二人の大事なやつに私の手形押さないです。押したらもう、あ、これあきませんから。ノー承認じゃないですか。書かせていただいて。どんぐらい、うん、ちょうど1年ぐらいですかね。はい、1年ぐらいなんです。それまで新喜劇で出会って14年ぐらいになってるんですけども、うん、まあお付き合い始めたら1年ぐらいって感じですかね。だって仲良かったですもん、めちゃくちゃ、うん、そう、長年私がデートに誘ったりして、うん、デートに誘って、はい、2人で出かけたりするっていう感じで、そうですね、仲良くはしてたんですけど、うん、お付き合いみたいな感じのやつは、うん、ほんまに1年前に、うん、最近何食べてんのって聞いたら、うん、ベランダでパンばっかり食べてるって言ったので、僕はコロナでちょっと言ったら外出れないじゃないですか、うん、ということで部屋でご飯も食べれないので、うん、ベランダでずっとパン食べてたんですよ、うん、変わってますもんね、はい、部屋に何にもないんですよ。、うん、はい、ベッドもないし、はい、ね、そうです、ミニマリストでちょっと部屋に物を置くのが嫌っていうこと で、うん、で家でご飯食べるのも嫌で、飲み物を飲むのも嫌なんで、そのどうするのってなったら結局最終的にはベランダでパンを食べるという、まあ選択の走りは。ミニマリスト言うてるけど、ミニマリストでさえ怒ってくる。こんな何もないことない。いや、それはそうですね、はい、で、はい、ベランダでパンばっかり食べてるとか言うから、はい、それやったら私ご飯作ってあげるから食べに来てよとか言って、うん、こう、はい、部屋に誘い込んで、で、ご飯を食べた時にひろゆきさんが、うん、うまーとか言って、うまいな、美味しいなって言ってくれたので、うん、かわいいってなって、好きが大爆発ってしちゃって、で、ちょっと私がこう、へばりつきに行きましてですね、うん、へばりつきに行って、こう、顔の前にこうほっぺをこう寄せたんですよ。まあまあ、自らこう、こうやって寄せたら、もうこっちもしゃあなしなのか、覚悟を決めたのか、ちょってきたので、はい、責任取ってもらいますって言って。これね、二十歳そこそこのこの話だったら笑顔で聞けるんですけど、はい、もう聞いてられへん。四十です。あと求愛の仕方が動物的です。でも自分からこう当てにはいかなかったです。こうちゃんと近寄せて、うん、こっちから来るのを待って、うん、その時点で、はい、責任取ってもらいましょうっつって。ね、責任取ってもらいましょうが一番怖いですよね。この言葉が。それともね、お前こと、はい、それもずるずると言いますか。プロポーズはどうしたの？どっちから？あ、プロポーズは僕からさせていただきました。うん、はい。
あれマリコちゃんが、2月11日で40になるということで、まあそのまあそのね、30代のうちに結婚したいなーっていうことをおっしゃってたんで、うん、そこがやっぱ大きかった、ね、それがやっぱちょっと大きかったですよ。あ、じゃあ僕がね、何回も言いましたね。はい、じゃあそれまでにやっぱりプロポーズせなあかんなっていうことを決めてまして、うん、である日食事行った時からですかね、食事行きまして、帰り道に、プロポーズさせていただきました。普通にあなたのことが好きなんで、よかったら結婚してくださいって言って、もう言わなあかん言わなあかんと思って、その帰り道にプロポーズしたんですけども、なんかまあ反応良くなかったんですよ、よう見たらね、葬儀場の前やったんでね、ちょっとプロポーズしましょうか。ほんまに腹立ったんです私、はい、ほんまに葬儀場の前で、はい、葬儀場の前だったんですか。ご飯食べに行ってお腹いっぱいあったんで、言うたら散歩しながら帰ってたんですね、はい、ちょっと歩いて帰りたいって言って、ほんでもなんか急にもぞもぞしだしてニヤニヤしだすから何と思って、僕はあなたのことが好きとかなんか言い出して私周り見たらめちゃめちゃ暗いし、葬儀場もそこやし、ちょっと待ってって言ってるのに、うん、そのちょうど、曲がって歩いてるから、うん、ちょうど葬儀場の前あたりで全部言い切っちゃったんですよ、うん、ほんで、なんでよって言って、私は神戸の砂浜で浜辺で言ってほしかったのに、よく考えてみてって言って、おい、葬儀場の前やんかって、ああごめんごめんとか言って、うん、ほんでもう一回ちょっと仕切り直しやって言って、そのまま歩いて、近くの公園まで行って、そこでプロポーズと、もう一回言ってもらって、はい、そこでまた同じ言葉をもう一回言いました。これが一番恥ずかしかったんですけども。さあ、話はつきますよ。続きましてですね、私たちの他にも、ご結婚を祝福してる方々が、たくさんいらっしゃいますよね。あ、そうなんですか。はい、はい、他にもたくさんいらっしゃるんです、はいはい、実はですね、今日その方々からお祝いメッセージをもらっております。わ、それではあちらに映し出されますので、はい、ご覧くださいませ。どうぞ。あ、かわいい。あら、清水、そして、森田、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、初めて聞いた時はびっくりしました。本当に、僕の中では有吉さん、夏目さんの結婚の報道の衝撃の3倍ぐらいありましたですかね。本当に、お幸せになっていただきたいと思いますけども、新劇内でね、結婚するとなりますと、某ビッグ夫婦、内場康江と、比べられたりとか、なんか内場康江のようになってくださいみたいなことをね、言う人もいると思うんですけども、まあまあ表だったらそれでいいと思うんですが、もう本当に2人は自分たちらしく、マイペースで頑張っていただきたいと思います。なんか新劇内で結婚したから、なんか出番にしてやし、嫌になったけど離婚するのちょっとみたいなことはもう考えずにですね、芸人である前に、吉本新喜劇の在である前にですね、一人間、一旦那、一を、嫁はんとしてですね、生きてもらえたらなと思います。なんかこう夫婦関係において吉本新喜劇がマイナスに働くようなことがあると、それは良くないなと思いますので、なんかまあね、人柄のいい2人ですから、周りからガイ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 言われることもあるとは思うんですけども、全然何よりも夫婦関係を優先してもらって、その次、吉本新喜劇頑張るというふうになってもらえたらいいなというふうに思っております。ですので、なんか新喜劇、まあ、ますますね頑張っていただきたいと思いますが、なんか家族のプランを新喜劇においてですね、よって、曲げたりすることは別にしなくていいなと思います。ですので、お互い仲良く、喧嘩せんと、ね、幸せな家庭を築いてもらえたらなというふうに思います。どうでしょう。ひろゆきくん、まりこちゃん、ご結婚おめでとうございます。いやー、土を手の全然気ぃつかへんかったわ。自分ら芝居うますぎるで。っていうかね、その演技力をなぜもっと新喜劇に生かしてくれないんですか。今後期待しておりますので、いやでも本当におめでとう。新喜劇のメンバー多分もうね、全員喜んでると思います。僕も嬉しいです。ほんまにおめでとう。
本当めでたいですね。あの具体的に何がめでたいか知りませんけど、うんうん、本当めでたいです。本当ね、うんうん、本当にこれって、うん、めでたいですよ ね。なんかこうこのご時世に明るい話題っていいですよね、うんうんうん、お二人おめでとうございます。清水ひろきくん、森田まりこちゃん、ご結婚おめでとうございます。いやー、めでたいねー。いや、新規に通して結婚されたということで、まあ我々もそうなんですけど、その先輩として一つだけ忠告させていただきます。二人一緒の仕事があるその前の日に絶対に喧嘩はしないでください。その仕事が本当にやりにくくなります。でもその喧嘩の原因って誰のせい？いや、あんたのせいやんか。いや、あんたでしょ。本当にすみませんでした。何かあったら素直に謝る。それが幸せの秘訣でございます。末永くお幸せに。わあ、いやいかがでしたでしょうか。びっくりしました。もうありがとうございます。小籔さんがしっかりフルで、ね、いや本当そうなんですよ。小籔さんがね、っておっしゃってる時はやっぱ結構真面目に喋ってはる時なんで、うん、すごいやっぱ心にグッときましたね。そうですよね、はい、順番かわいそうですよね。はい、あのそうなんですよ。川端さんがすごくチャチく見えた。あとあのなんかおあれ周り映されへん場所、怪しい場所で撮ってるのかなっていうよりも顔が良かったですね。正解でしたよ ね、 ね、はい、そうなんですよね。すちこちゃんとあいちゃんがね、はいはいはい、いやいやちょっと待ってください、それおかしないですか。はい、ですね、あの撮ってる時に周りに人がいたので、はい、あの名前は言えないというお二人というわけで、そんな大きな感じでやったんね。あの先輩の吉田豊君と前田真希ちゃんもね、うん、はい、いやもう嬉しかったし、もうね、在院結婚パイセンなんてね、うん、お二人の様子を見て私たちも生まれさせていただいたし、それ安江姉さんと一番兄さんもですけども、うん、ね、はい、いろいろやっぱあの吉田夫妻には学ばせていただくことは多分たくさんあると思うんですよ、うん、これからですから、やっぱいろいろ聞いてみてですね、やっぱあれもそうじゃと思うんですよ。やっぱ喧嘩したらやっぱやりづらいと言いますか、うん、はい、ですからそこはちょっとやっぱしっかり聞いていきたいなと思うからするんですけども、ね、我々もね、私喧嘩結構するんですけど、すでにも、はい、まあ、できたらその日の夜寝る前には仲直りして、うん、次の日に持ち込まないようにしてます、うん、今のところ ね、 ね、うんうん、で小籔座長もおっしゃってましたけど、はい、新喜劇があるから言って家族のプランをね、はい、曲げることないよって言ってましたけど、うん、お子さんなんかはね、どれぐらい、そうですね、私も年ですけど全然その望みは捨ててませんので、うん、で恵まれたそうですね、2、3人、ね、この鳥さんのご機嫌次第、お子様ができたら、うん、ぜひ、はい、今ね、新喜劇では、はい、お子様向けにね、はい、あるんですよね、はい、はい、新喜劇の、すんの会というファンクラブがこの中にできましたので、はい、そちらの方、入会の方よろしくお願いします。そうですね、はい、子供が大きくなったら、はい、ぜひそのファンクラブに入れて親子で新喜劇やりたいと思います、はいはい、じゃあ予約ということでよろしいですか。はい、いやもう早いですね、始まりました。そんなんいけるんですかもう。はい、さあそれではここから質疑応答に移らせていただきます。ご質問ある方は、挙手で、まず媒体名とお名前をお願いいたします。何かございますか。おめでとうございます。 ありがとうございます。お互いにどこに惚れたかっていうのを、素敵、お願いできますか。そうですね、僕の方なんですけども、やっぱりちょっと真面目な話になっちゃうんですけども、やはり彼女は、まあ、人を気をつけないと言いますか、うん、やはりその何て言うんですかね、人がこう喜んでる時は一緒になって喜んであげることができるとか、人が悲しんでる時はやはりそうやって、ね、その人の気持ちになって、悲しんであげることができるっていう、まあ、そういう優しいところに、僕は好きになりました、はい、そうですね、はい、そんな思ってくれた、はい、ね、私は顔です。どの部分よ。すみません、冗談です。大冗談です。本当に顔は冗談なんです、ね。顔は冗談なんですけども、はい、ごめんなさいとかありがとうを言ってくれるところが私はとても嬉しくて、
あとご飯食べた後に美味しかったですごちそうさまでしたって言ってくれるところと、あのそうですね、一番嬉しいのはもうありがとうを言ってくれることはあの嬉しいなと思います。お互い頑固でなとこはあるんですけども、うん、そこはごめんなさいとありがとうが言える夫婦ではありたいなと思ってます。名前かけたら合格みたいな感じですそうですね、今、はい、あともうとにかく可愛いんですよ、しよ基準は誰も低いと思うんですけどもそうそう、僕もそうですかね。だいぶマリコちゃんがひろゆきにベタボレの感じですね。いや、ほんまそうです、うん、ほんまそうですかね、うん、すいませんそんな感じですかね、すいません、ハロウィンさんにありがとうございます。今は一緒には住んでないんですか？今はそうですね、別々に暮らしています、はい、あそうですか、はい、で、ミニマリストじゃないですか、うん、はい、今後一緒に住むときにどのように、うんうん、布団もないわけでしょ。はい、そうなんです。どんな感じにしていくんですか。ちょっと迷ってるんですけども、うん、とりあえず提案したんですよ。一緒に暮らしていくけども、うん、まあ、僕布団に引くのも嫌ですし、うん、ベッド置くのも嫌なんで、とりあえず地べたりして寝ることはできないかというふうな提案をさせていただいたんですけども、ブチ切れです、ブチ切れ、はい、それはちょっとダメだということで、で、まあ、結局最終的にはどっちかが折れるしかないと言いますか。そりゃそうですよ。はい。でも僕ももうね、そのマリコちゃんの小島とも結婚していただく女性なんて現れることないので、もうそれはもうしっかりとあのマリコちゃんの方に合わせて、僕もちょっと家の中に荷物を置くようにすると思います、はい、ちゃんと普通に布団も、はい、うん、そうですね、布団もちゃんと引いてもうちゃんと普通の生活でき、ね、寝ると言いますか、はい、そっちの方に多分すると思います。難しいですけど、ね、ございませんか何か、はいはい、お願いします。お願いします。ギリギリまで皆さんに在員の方にお伝えしてなかったということなんですけども、もうお伝えした方で特になんかこうこんな反応があったよとかこんなこと言われたみたいな在員の方への報告時の反応で教えていただけることがどなたかあれば、うん、まずスチ兄さんには、はい、おお、よかったな、崖っぷちの2人やんかって言われて、はい、崖っぷちの2人がまとまってよかったなって言ってくださったのは結構助かったねっていう感じ、うん、はい、よかったねって言ってくださった印象的で、うん、本当にスチ兄さん喜んでくださったのが嬉しかったです、うん、はい、そうですね、反応が良かったと言いますか、今はええねんいや、そうですね、はい、はい、っていうのもあるんですけどもそうですね、一番反応良かったんですかね。あき姉さんも、いやー、もう素晴らしい、本当に素晴らしい、もうね、本当もう素晴らしいことだわって、もう素晴らしいを100回くらい言ってもう喜んでくださいました、はい、そうです、女性の方がやっぱり安江姉さんとかですかね。そうですね、安江姉さんは、うん、って言ってヒューヒューだよとか言ってあと、おくれ師匠は、うん、爆笑してたやっぱりおくれ師匠とかがもうやっぱ僕結婚させていただくんですって言ったらやっぱ一番最初にマリコかってやっぱ言われます、それはやっぱよく言われます。すごいね、おくれ師匠ってやっぱ見てるんやね。はい、はい、やっぱそうですね、おくれ師匠はやっぱ見てると思いますね。見てるよね、はい、ほんでもう大爆笑されてました、ね、大爆笑した後に、はい、って言われた後に気持ち悪いわって言われました決勝には、はい、気持ち悪い裏返しでしょう。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、と思います。祝福していただいてると思いますよ、はい、そうなんですね、はい、それが印象的でしたかね、はい、そうですね、うかわ兄さんもオンオン、そやろうなオンつって全く動揺しない感じのタイプでした、うかわ兄さんの反応は、はい、まあ、付き合ってからずっと黙ってたということですけれども、はい、その演技中ですね、その新喜劇の出番中に、はい、そのお互いちょっと気を使っていたとかやりづらいかった部分っていうのはなかったんでしょうか。まあ内緒にしたっていうのもありますしやはりそのちょうどねカップル役の時もあったんですよね。はい、そうなんですよ。で、川端さんがねその気づいてはるか分かんないですけども、うん、なんか僕らをこうカップル役に当て込むといいますか、うん、ことが多かったんですよね、すごく。そう、はい、確かに。で、僕もそのなんかこう、どう言うんですかね、やりにくいといいますか、どっちかってそのやりやすかった方が大きいですかね。まあバレてませんし、でまあカップルの役しなダメですし、まあ、例えばここが金馬さなえちゃんとかでしたら、はい、ちょっとなんかこうぎこちなくなるところを、うん、まあこう森田まねこちゃんでしたら普通にまあ本当に付き合ってる感じなんで、まあそこはリアルな芝居ができてたんちゃうかなっていうのは一つ。そうなんですよ。逆に良かった。はい、逆に良かったです。演技がね、そうなんですよね。私は一緒になったら嬉しかったですね。
あ、そうですか。そう、だってあの好き見せたらなんかイチャイチャしますねいや、僕はでもそう嫌でした、でもやっぱり後々こうバレたらやっぱそういうとこも思い出になるじゃないですか。ああいう時どうやってんってやっぱこうなるんで、うん、そういう時はやっぱちょっとああ長く後々こう考えたら嫌やなっていうのはありましたけども、うん、でもリアルな芝居できることに関してはすごくプラスやなと思って、もともとお芝居もそんな上手じゃないですし、うん、そのやっぱそこはまあリアルさを求められたらやっぱこうあなんかちょっとなんかこうええなっていうふうに思ってもらえて、まあ、まだ次もあるんじゃないかっていうふうな感じで思ってたんで、じゃあ何回かまあ、ね、そうなんです、経験スカウントできたんで、そこは良かった。普段からもめっちゃ仲いいんで、うん、普段から舞台袖でもマリコ姉さんがひろゆき兄さんに、はい、ポンさん、ひろポンって呼んではるんですけど、はい、ポンさんポンさんって頭こうやってコスコスコスってしてくさっていうの何回も見ましたから何しとんねんと思いましたけどすいません、普段から仲がいいので、はい、だから余計そんなに怪しまれなかったと思うんですよね、うん、周りは。でもそうですね、舞台袖とかではついねこうひっつきに行ってちょっと私がちょっかいかけに行ってしまってたんですけど、あなんかでもそんなあまりにもちょっかいかけすぎたらみんなにバレちゃうしとかって思ってちょっとは我慢してたところがあるので、うん、これからはもっといやいやいやあそうやな、逆にそうですね、逆にこれからはもうちょっと袖ではおとなしく控えたけど変えたいと思う。当たり前やろ袖でイチャつくって何考えてんのよありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すいません。いやどうでしたか、あなたは。ありがたいです、感謝しかないですね、はい、そうですね、さあ、店の方も集まってくださって、まあ、すっさんとのいちゃんに感謝ですね、本当ね、ずっと盛り上げてくださってそうですよね、我々2人だけだったら地獄でしたよ、ほんまやね地獄でしたね、仲良く頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、本当に。でそしてこれからもね、吉本新喜劇をもう、はい、私だって喋ろうとしてるやんか。ちゃいますやん、僕喋ってますやんか、だからいいじゃないですか、それは。いいよ、いいよ、もう怒ってる、怒ってる、全然怒ってる。怒ってますやんか、そんな、あんた何ですか、怒ってるじゃないですか。あー、ムカつく、こんなどんどんする。いや、ちょ、俺が悪かったから、ちょっとごめん、ちょ顔上げてて、ちょっともうゴリラなっとるやないか、おい、すごいな。これからもよろしくお願いします。ごめん、結局さ、はい、こうなっちゃうよね。いくら、まあとかって言っても、うん、結局はこうなっちゃうよね。